神宮寺さんが亡くなっていてマックスさんレポートでっていう、で、ふうさんが黒です。あ、なるほど。あ、ふうさんが黒です。これは遠い遠い。あお。やったー。なんだ、死んでねえのかよ。なんだ。はあ、チェロえ偉いな。はあ、偉い。ああ、勝ったー。いや、ドアーケ任せてよかったー、マジ。お前、こいつ俺にと貯めてた。あ、貯めてた。キルクール貯めてたってことですか。え、ちょっとちょっと。ドア開けを任せてた。そう、なんか、入る、俺が先に行ってたんだけど、ドア閉まってて、はい、オフィス前のところ、ラボ、ラボじゃないや、オフィスのところの。で、俺が開けたら、なんか、後ろから来たチェロが、ドア開けしないで抜いてって、ボタンを押そうとしやがって。ああ、やっぱ、キルクール、キルクール溜めてたんじゃないですか、やっぱ。ワンチャンだって。違いますのだ。どういうことか。ワンチャンマックさんキルしようとしてたってことですよ。うんうんうん、まさか、チェロがインポスター。そんなこと、そんなことどうでもいいんですけど、コミュニケーションサプタージュ直したの僕です。褒めて。偉い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 。褒めて。ゲイさんがすぐそばに助けやってました。はい、めっちゃ迷惑流してギリギリ終わりませんでした。今へこんでゲイさんごめんなさい。ゲイさんごめんなさい。まあ僕もね、迷路始めた瞬間に米サバになったんで、ナイスサバタージュって言ってました。だからなんか初期位置からほぼ変わらないぐらいの位置だったんで、思ったより早くなったんですよ、米サバが。調整がミーミーって。迷路ってあれもう一回開いたら別になったりしませんよね。なります。あ、じゃあ別になります。そうしよう。配線とかそうですもんね。そう、あと、うん、望遠鏡もそうですよ。星選択する星が変わりますね。やりますね。そうだ。これで原産インポスターだったらめちゃめちゃ演技うまいなってなりますけど。あ、なんで原産入ってる。この人の入り方なんだ。誰かそこをスキップと間違えて入れてる。うん。オレンジ死んでる。心電図でオレンジが死んだのを確認して押しました。あれ、はい。ただチェロさんがその手前でずっと見られてましたね。チェロも心電図見て、はい、アドベ見ようとしたら、はい、ゲンさんが、ボタンの方行くのを見て、はい、でチェロ直前にアドミンに神宮寺さんが行ってるのを確認してますので。あ、じゃあ神宮寺さん情報がです。はい、ラボ1もう直前ですね。ラボ1電エレクトリカル1 O21 コミュニケーション1でオフィス1アドミン1です。直前のラボは僕です。アルマです。多分本当に最後つきませんでした。いや、ちょ、ごめん、パッとつけてっていう感じかな。あ、そうなんです。いや、僕スペシメンでタスクやって。あ、そうだな。でも最終最後、マジ最終最後。そうですね。で、上がってって、そうそうそう、ラボ入った。で、アルマさんとね、僕スペシメン背負ってたんですけど、アルマさんとすれ違ってて、アドミンのとこから、停電中にちょうどアルマさんと重なってて、アルマさんがスペシメン抜けていくのは見えてるので。あ、はい。で、最終ラボ1が僕です。めちゃくちゃ直前に響さん見てて、エレクトリカル直したのが、ビール響さん、フーネユリッペさんなんですね。うん、で、ユリッペさん
あ、違う違う違う。フーネと、ヒビキさんが、セキュリティ上のタスクをやりに二人で行って、右の方にユルッピさんが抜けていき、ウェイルは下の方に、O2 の方に向かったってところで、本当に直近なんで、フーネが多分一番近かったかなって思って。いいぞ、いいぞ、いいぞ。みんな、やれやれ。その時はヒビキさん生きてて、下にあのベルちゃんと一緒に行ってます。で、最終 O2 がベルちゃんとミナミです。O21 じゃなくて。O21 でーす。あ、O21 ですか？じゃあ、通路のところ。ベルちゃんも死ねん。死にしてると思うけど。あ、ウェイラン、タスクやってたから見てなくて。あ、そうなんだ。あらまあ。マックさんはどこにいたの？僕は、ウェポン、停電地中はウェポンでチュンチュンして、その後コミュニケーション行って、最終は、左下の通、なんていうのかな、まだ入れてないとこっていう、迷路のやつ。ヨスは？外。どこでしたっけ？はよくん。おぉ、釣るよ。あと左側の上タスクのあたりだと思います。エレクトリカル上です。ユリッペさんも一応右に行った後の話聞きたいかな。そうそうそう。あ、僕が出すので僕がボタン押してください。コーラス何回かやってみて思ったんですけど、やっぱりね、あのミン見る前にボタンを押した方が強いと思う。っていう結論に現状至っています。2キル発生した時の懸念だったり、あと死体、直近の死体位置であるってことが分かるとより強いですね。治りが遅いですね。めちゃくちゃ治るの遅いですね。はい、今停電直しに、はい、南ラボの方にいます。ラボ僕いますよ。嘘つき、風の嘘つき、嘘じゃない、嘘じゃない分、嘘つき、ラボの方にいる分。ラボのどこにいました？ラボのどこにいました？ラボのドリルあたりにいました。あ、僕ドリルの助けやってたんで嘘です。僕もドリルの助けやってた。え、じゃあ学院長は嘘。違う。ラボの奥のメトメイにいました。とりあえず死体のこと言わせて。ドリルって言ったじゃないですか。メトメイ停電があまりに治らないなと思って、行ったら、エレクトリカルの中で、神宮寺さんが死んでいて、その横に風が立っていました。メトメイはラボのメトメイのあたり、あ、女性室、全スペシメンルームにいるので。瞬間移動してるじゃん。嘘つけ！これじゃ8分の1くらいの確率外しちゃいましたね。いやだからスペシメンの方にいるっしょ、みなみ、今スペシメンの方にいるっしょ。エレって今バグっちゃって、まあ、ちょうどドリルのやつやってたから会議中、バグって、会議中で、神宮寺さんが亡くなっていて、マックスさんレポートでっていう、で、風さんが来るんです。あ、なるほど、はい、風さんが来るんです。ユルピの方にいたんです、信じてください。一応さっきの情報を、改めて出すんですけど、僕がドロップシップ左の給油タスクのあたりにいて、開ける直前にユリッペさんがエレクトリカルのところから出てくるのを見てます。で、給油タスク終わるかなみたいな、あのタスクのあたり行ったぐらいに多分レポートみたいな順なんで、最後にいたのは南さんってことでいいと思います。で、今僕とユリッペさんがボタン待機をしていました。はい、スペシメンです。あの8分の1ってアルマさんが言ってたんですけど、ボタン待機を2名してるんで、もうちょっと確率が減ってるはずなんですけど。あ、違います、あれですよ、タスクの場所、そううラボの位置ですよね。ラボの位置を8分の1くらいを当ててしまったという、はい、アルマさんがドリルに行ったので、ドリルって言った瞬間に破綻したということです。ドリルだけでもタスクやるんやつってタスクやってました。じゃあボイラーにいます、みんな。じゃあボイラー、じゃあボイラー。右上から全部いるじゃん。左下にいた。全部みんな。どこにでもいるじゃん。4つじゃん。賑やかで良いですね。
はい。ベールちゃんの死体がアドミンの入室管理見るところでなくなってました。なるほど。あ、ごめんなさい、ちょっと誰かが情報出す前に、今、除染室にいた人って誰ですか？あ、ゲンです、ゲンです。あ、ゲンさんですね。はい、了解です。あ、僕、メットビーでスキャンしてたんですけど、プシューってやつだけしてたのが見えたんで、誰かがそこにいるのは分かった。あ、ゲン、実はベールさんの目撃情報がありまして、スペシメンまでご一緒したんですよ。はい。右下の。で、その後はベルさんついて来られなかったんですよね。まあ、停電中だったんで、ついて来られてるかもわかんなかったんですけど、今、アドミンっておっしゃったのは、じゃあベルさん逆走されたんだっていうのが私の感覚です。はいはいはい。怪しい。これ、変怪しくなります？え？怪しそうなの？いや。あ、でも、ゲンさんが。まあ、一応他の位置聞いてから、うんうん、なんかもう二択な気がするけど、まあ、一応他の位置。はい、チェロを打つです。うん、チェロさんを打つ、無理なかっただけ出したらいいかな。ゴミ捨ての上のとこの、あ、いや、いいや、チェロさんは確かに一緒に左抜けて。あ、いた、いた、あ、よかった。俺も、今、O2 付近にいて、よすずさんとすれ違ってて、チェロちゃんは見てないんだよね。うん、最初、初手に O2 まで一緒にチェロさんと抜けてるので、戻ってない限りぐらいなんですけど、うん、まあ、じゃあ、俺はよすずさんを見てるから、よすずさんがチェロちゃんを見てるっていうんだったら、チェロちゃんもいたんだと思う。うん、ただ、すみません、僕も O2 タスク1個終わって、今、ドア開け2個してるんですけど、その間誰とも会ってないのでチェロさんが戻ってたらぐらいの感じで、うんうん、ユリッペさんにお聞きしたいんですけど、どういうルートでアドミン行かれました？発見まで。発見までですか？はい。ウェポンのタスクを1回やってから、アドミンの中に入って、死体発見です。ルートは左行ってまた戻ったってことですね。うん、そうですそうです。ってことはマックスさん目線、僕は時間的にないって感じですか？そうですね、よすずさんとチェロちゃんはないんじゃないかなと思ってますよ。ゆりっぺさん、あ、まあ、うーん、あ、ロラでもいいんじゃないって思っちゃってるけど、うん、あ、ロラしない。あと一応アルマさんが今ラボっておっしゃったんですけど、私も同一と思いますが、そうです、ベントで飛ぶのが可能なので、うん、ちょっと一個だけ気になったんで押したんですけど、ユリッピさんがウェポンにタスクをやりに行って、はい、でその後オフィスに戻ってアドミンで死体を発見したって言ったんですけど、その前って心電図見てないんですか？見てないですね。さ、なぜアドミンを先に見ようと思ったんですか？あの、みんなの位置を見ようと思って。なぜ？うん、いや、なんか普通だったらバイタル見て死んでるアドミン見ようっていうのがクルーの思考なのかなって思ったんですけど、なんで先にアドミンを見たのかなっていうのが。まあ、近かったからですかね、部屋が。なるほど。結構先にアドミン見てから、みんなの位置見てからバイタル見ることありますよ。なんかその方が、こう、みんなの行動経路が分かりやすいので。なるほど。分かりました。どっちから見たっていいじゃない。何よアルマ。なんかあんま、うん、クルーの動きじゃないのかなって思っちゃったんですけど。ゲンです、アルマさん目線、ゲンって厳しくないですか？あ、厳しいと思いますよ。まあ、ゲンさんのあれが本当だ。あ、でもそうか、結局アドミンで死体を見つけてるってユリッペさんが言ってんのか。うん、はい、だからベールさんが逆走したのは事実なんですよ。スペシメンから。じゃあ僕とユリッペさんロラでいいですよ。ちょっとユリッペさん、ゲンさんで終わるような気してますけど。っていうか、いや、あ、いや、ゲンさんはね、僕が白出せますね。アルマさんから白出せるから、うん、そう、アルマさんから白がゲンさんに出て、でアルマさんがゲンさんに白出す理由がスペシメンの、ね、うん、あ、絶対白なの情報。いや、あ、絶対白です。あの、女性、じゃあ女性のドアも左側が開いてるとかならあれなんですけど、下が開いていて左が閉まっていたんで、スペシメンから上がっていって、そうっていう証拠になってるんで、うん、じゃあユリッペさん、アルマさんでいいね。うん、まあ、私はユリッペさん一本釣りでいける。そうで、僕もそう思ってます。あって、チェロさんかなって思ってたぐらい。チェロ殺されるチェロさんが戻れなくはないかなみたいな、あの、アドミンとこだったら左組の中でですか？違うのだ。そうです、そうです。
違うのだ。違うのだ。よし。およよ。あったらごめんなさい。ご覧の皆さんが楽しかったです。やった。やった。え、じゃあフィンド。およよ。名誉の死というやつさ。そっか。そうですね。なんかもっと早く原産無理だってたどり着けなかった。あ、ちなみにビル戻ってないです。逆走してないです。ん？1ギットですか？あ、そもそも1ギットのスペシメンで死んだってこと？そう、そうです、そうです。あ、あ、そうなんだ。ゲイさんについてこうと思ったら、なんか、あーって。あー、なるほど。あーって。スペシメンで発見だったら、ゲンさんまだあったってこと？確かに、スペシメン、まあ、でもロラになってたと思いますけど。まあ、知ってロラですけど。そうなったら、ゲンさん目線僕が無理になるんで、ゲンさんとリップさんもロラになる。結局ロラじゃん。スペシメンで切ったらスペシメンですって言う、素直に言うと確かに浮きますもんね。だからもっと容疑者が広がりそうな位置に変えるっていうのは確かに有効かも。女性室が空きそうなの見てて、なんか誰か下に降りてくるのかもって思っちゃって、うん、いやー失敗したな。放置でよかったです。こんにちは。昨日ぶりですね。ですね。なんかよくお会いしますね、はい、どうも。え、こんにちは。はい、あ、でもダメかな、はい、およよって言ってもらったらダメですか。前言った気がしますけど、全然言いますよ。およよ。やったえ、なんか、言った、あの、もう一回聞いてみたかったんですよ。やったと言ったが混ざってますよ。あの、はい、質問いいですか。はい、あの、好きな寿司ネタって何ですか。寿司ネタ。ええ需要あるかわかんないですけど、その話が。サーモンとかですかね。あ、あ、そ、チラもサーモン好きなんですよ。そうですか。奇遇ですね。さっきからもうなんか霊界メインみたいなコメントがちょいちょい来てて。それはくさ。え、そんなこと言っていいのかな。あ。ゲンさんってなんかコメントで見たんですけど、ゲンさんって33になったばっかりみたいな。31ですね。あ、ええー、めっちゃ若いですね。すごい。16歳でしょ、テロさん。ええー、16歳です。